中道寺六祭念仏の祇園林若狭町三宅の六祭念仏六祭念仏とは民間信仰または民族芸能の一つ。京都や若狭では特に風流に類型される。六祭念仏は古く六祭日に行われた念仏であるとされる。しかし、現在存続するほとんどの六祭念仏は六祭日の期間に基づいて営まれるわけではなく、 主に裏本みや早々に際して執行されている。多くの場合、かつて校を形成し、今日では保存会がこれを継承して執行される。関西の農村や都市近郊を中心に全国各地に存在する。そのうち最もよく知られるものが、昭和58年に国の重要無形民族文化財に指定された京都の六歳念仏であろう。 その他にも、和歌山県紀北の高野山麓から木の川、奈良県に至る吉野川流域や、奈良盆地、滋賀県、くつや福井県若狭地方、大阪府や兵庫県旧摂津国に属する地域、さらに、田島など、関西広域に濃密な分布を示す。さらに、長崎県平戸島、高知県、愛知県や山梨県の富士山麓周辺にも6。 最念仏の分布が確認できる。また、千葉県の六座念仏、山形県で行われる夜行念仏も六歳念仏との関連が指摘される。六歳念仏は、時に地域によって、大念仏、新年仏、太古念仏、ひっつんつん、男念仏など、名称の変化が大きい。特に、大念仏などの名称は、 一般には六歳念仏とは異なる事象として分類、去るので注意が必要である。このように全国的に展開した六歳念仏であるが、多く男性が行う点、裏本の行事として執行される点、演目の一部に六歳念仏独自の共通性が認められる点などで六歳念仏としての類型が可能になる。しかし、伝承や芸体は地域によって大きく、 位相を示す場合が多く、念仏のみの英称から和山、太古曲、獅子舞、その他芸能に取材するものなど実に多様である。以下各地の六歳念仏を外観する。紀北の六歳念仏は、高野山麓を中心に、北部の木の川流域地域に濃密な分布が見られ、また、東部の由良川、南部川流域にも六歳念仏が見られる。これらの地域では、 高野山と密接に関わる念仏信仰が展開したことから、高野山系として六歳念仏が累計されている。高野登りや骨のぼせ信仰など、山中高いの信仰と密接に関わった形で展開していたことが知られ、高野山内のいくつかの寺院が山陸の公衆を掌握していたものとみられる。特に、 長郡駅では各地に六歳年仏堂と呼ばれる、衝動が村に建てられており、貴族風土器に六歳児と言われる寺院の名称が記され、六歳年仏の活動の拠点となっていたと考えられる。金石文資料や六歳校に残された文書類からは、立年仏、巨年仏また、夜年仏といった週や校が六歳年仏を構成する組織として存在したことも伺える。 また、この地域の六斎念仏は、他地域のものと比べて、古様を残すと言われ、四辺、白米、坂道、おろしといった、南無阿弥陀仏の繰り返しに、独自の旋律を付す歌念仏によって形成される。これは有数念仏の本来の姿をよく留めると、言われ、有数念仏の旋律の元となったとされる、法寺流五海念仏に通じる念仏であることが、指摘された。 特に、このうちの、坂東に、有数念仏のリフレインが確認できることなどから、宗教民族学者のご来従によって、紀北の六歳念仏は特に重視されてきた。現代まで続いた六歳念仏は、糸藤郡葛城町ゲテニアであるが、道郡高野町、久度山町、木の川市、岩出市、海南市、橋本市の各集落にもその痕跡を伝える石碑や、 道具類が残されている。この地域の孔は、概ね高野山真言宗の段下に属し、六歳念仏の本尊も、光明真言曼荼羅や孔坊大師などの掛け軸を掲げる場合がある。高野山六東部の日高地域では、四辺などとともに、姫子、新玉など和山を主体とした曲が伝承されており、高野山六北部とやや異なる形態を伝える。また、 譲り念仏と呼ばれる和算を主体とした念仏曲も伝えられているが、これは、融通念仏の天下であることが指摘されている。このうち広告寺門前地区の六歳念仏は、高野清志三流の剣道正解祖でもある、宝刀国四革新会期の広告寺で行われることで、知られ、松松踊りと灯籠焼きの行事と一体となった、形態を有する。これら、 高野三景とされる歌念仏は、金のみを用いて、生命、漏洩などの宗教化や、世俗化の旋律を基盤に、それらが高度に発展していることが特徴である。奈良県下の六歳念仏は、大きく分けて、奈良県中部の吉野川流域と北部の奈良盆地周辺に分布が分けられる。このうち、吉野川流域は、五城市、五所市に分布している。地理的にも、 形態的にも、紀北の六彩念仏と同様であるが、四辺、白米といった純粋な念仏曲以外にも、四頃、新白米といった世俗的歌謡により近い旋律を有する曲を伝える手にや、技巧性に富む金の叩き方が特徴となっている。また、南無アミダ仏や、有図念仏のみではなく、中三仏の仏名を、昭和する箇所も見受けられる。 この木の川吉野川流域では南北朝時代を越えた頃の六歳念仏の古い金石文資料が確認されていることから御来住によって六歳念仏の起源の一端が高野山であることの根拠ともされている東スケャジレは在地の最後の伝承者者が成拠しこの系譜を途絶えさせないための新たな伝承方法が模索されているコロナ禍においても 県内外の有志が集まり、オンラインでの練習を続けるなど、六歳としては他に類を見ない継承活動が行われている。さらに、北部の奈良盆地では、奈良市の他にも桜井市、生駒郡周辺に分布したことが知られる。奈良の六歳念仏は、上記の、詩編坂東などの念仏曲に加えて、荒野登りを阿んに歌ったものや、遊さんなどと呼ばれる六歳念仏に、 独自の和算を中心とするものも多い。また、八田寺の免状を受けて、孔の活動が展開されていたことを示す資料がある。この地域では有図念仏宗のントによって孔が構成されている場合が多い。しかし、大阪市平野の大念仏寺の万部おねりに六、最高が出資する監修など、有図念仏宗とのつながりは近年のものであり、 和山の内容ややたじとのつながりが指摘されるように、伝統的には、鷹の登りや骨のぼせ信仰をもとに展開されたことが、伺える。また、念仏や和山など、歌念仏のみでなく、一部に太鼓を用いた六、再念仏を伝える鼓が存在する。これは、口述する、太鼓念仏の要素を持つものであり、鷹の三景以外の六再念仏の要素を見受ける。 ことができる。白島の太古念仏兵庫県阪神古市から阪神館、さらに大阪府北部には戦前まで多くの六歳念仏が行われていた。現在までそれを伝える公約組はほとんど消滅したものの、昔は盆の頃には至るところから鐘の音が聞こえたという。なお、摂津地方では六歳念仏の衣装をヒツンツン、スットントンなどとも呼ぶ。 これは六歳念仏の練習に際して、太鼓の打ち方を表す擬音から来ており、福島県浜通りを呼び、長崎県平戸島に分布する民族芸能ザジャンガラが金の叩く擬音であることと同様の名称の由来である。このように、摂津の六歳念仏は太鼓を主体とする六歳念仏がよく伝わっていたようであり、太鼓念仏と呼ばれるものも多い。太鼓念仏が、 摂津の六歳念仏の主体となったことを示すのは、後下四年に大阪天皇寺村聖法寺が東町奉行所に宛てた文書からも伺える。諸国より来訪する二僧が、歌念仏、和山、映歌、踊り念仏、夜念仏など、多くの念仏の形態を伝えていたことを述べた後、もっとも六歳念仏と、猿高ギ派、例年七月裏盆会の右利。 太鼓念仏また発信もあり方の家々におて、念仏修行しそうろうことと記される。他の地域において六歳念仏のバリエーションとして、行われる上記の歌念仏や和山、踊り念仏、夜念仏などは六歳念仏とはみなされず、六歳念仏は裏本に太鼓念仏を行い、また荒本の家で念仏が行われたというため、摂津の六歳念仏はもっぱら太鼓を用いたもので、 あったことが主体とされていたことが伺える。ところで、この地に六歳年仏が行われていたことを示す。最初の資料は、戦国時代の区下、山品時継によって書かれた、時継狂記である。ここには、お新女道、ため高原因伝五法京変土、摂津池田衆、坂本衆、六歳年仏大世垣優の、十六七箇所の、衆作別別年仏猿の、 次一度に、また念仏の、将校の衆2800人云々、うん、男女の群衆78万人かいうのケツの湯、角、猿の、四方土井無そのところ、仙台未聞の群衆なり、剣持領土の一節が見える。新女堂で、足利義輝の瀬垣供養が行われた折には、京都近隣及び、摂津国から池田衆や坂本衆六歳念仏衆が、 集結したことが記され、その芸体は金及び太鼓を打つものであり、今まで時継が見たこともない群衆であったと伝える。戦国時代までには少なくとも、摂津で六祭念仏が行われており、時継が観覧した時代にあっては、多くの集団が京都に出資するだけの組織が形成されており、他の六祭衆とは一度に、 また念仏を行うことができるような統制された曲を有していたことがわかる。このように、摂津の六歳念仏は、戦国時代にあっては、京都との深い関係を築きながら組織性を形成していた。しかし、近世に、大阪天皇寺村の西方寺が六歳念仏集を掌握するようになり、その性質や信仰形態が、 京都のものとは大きく異なる変化を見せるようになった。近年まで行われた六歳念仏は、同行と呼ばれる早々に預かる人々によって、組織された六歳念仏校も少なくなく、試者供養の役割を多く残しており、かのの六歳念仏は空野校によって組織され、京都の空野道との関係を保持しており、様々な六歳念仏が展開していたようである。 滋賀県大津市から高島市にかけても六歳念仏が分布する。太鼓曲や狂言を交えたものも存在したといい、若狭地方の六歳念仏や京都関西寺系に共通する演目も確認できる。大津市では関西寺系の六歳念仏の特色を残す六歳念仏が見られ、ひな寺松寺であった真野の信仰寺の支配を受けた六歳念仏が行われている。 また、高島市域では、総当州のダントで構成される場合が多い。西あゆの六歳年物若狭町雨流は六歳の里と称されるように、現在最も六歳年物が分布している地域が若狭地方である。若狭地域全体での分布は、現行のものだけでも27カ所存在し、若狭町、小浜市、大井町、高浜町に伝わる。また、その形態も、 詩編白米などの念仏曲から、ユーズワさん太鼓念仏、芸能的な色彩を多分に伝えるものなど、非常にバラエティ豊かな演目を伝える。また、カグラの影響と言われるが、面を用いたり、笛を演奏に取り入れるものも存在するため、口術の京都の芸能六歳の展開を考える、上でも重要な地域である。この地域の六歳念仏は、 京都関西寺との関係が指摘されており、関西寺、六歳支配村方控え町の法暦5年の9月25日付の記載には、オバマ柳町家家の脇町、若狭岩章寺支配下、工三36箇所と見え、ひな寺ら配下の岩章寺を中心に六歳年物が、組織されていたようである。2015年4月24日、海と戸をつなぐ若狭の往来文化遺産群。 五色国若狭と、サバ街道マイナスの構成文化財として、日本遺産に認定される。現在ほとんどが、総当州のダントによって構成される。このうち、三方上中郡若狭町の二地区の六歳年仏が、1962年に、福井県の無形民族文化財の指定を受け、さらに1972年には、上中の六歳年仏として、国の選択を受けている。 その分類は、民族芸能、風流である。曲は、三宅地区では、獅子、ボタン、千鳥など5種、雨流地区では獅子、一点返し、乱れ、掛け感情など6種があり、それぞれ有数和山、芝谷、和山などの念仏和山を伝承している。念仏曲は、紙幣、白米などを伝承し、六歳念仏とは、太鼓曲からなる、六歳と、念仏曲からなる、 念仏を合わせた名称であるとし、両者の独立性が強い。この点は、高野山系で近代まで伝承された、立念仏集、巨念仏集の対比にも、通りずる。現在保存会は、この2地区を合わせて、上中町六歳念仏保存会を形成している。上、鳥羽京上昭交換祭山幸福寺。現在では、芸能六歳が奉納されている。 京楽近郊の六歳念仏は一部特殊な展開を見せ、本来のものとは別個の形式を近世以降、派生させるに至った。それの最も大きな特徴は、使用する楽器に笛を取り入れた点である。このようなものを、従来の形と区別する便宜より、六歳念仏踊りないし、芸能六歳と学術上故障する。その内容は、念仏から離れた。 娯楽要素の強い曲目の演奏である。かかる形態の出現によって、一方では、保守本流の六歳念仏校も存在し続けたために、京都周辺には、二種類の様式が共に、六歳念仏として混在する事態が起こった。なお、現在は上述の用語に対比させて、元々の六歳念仏のことを、やはり学術上、念仏六歳と称している。ただし、 実際には、昇校という名で、各地元ではむしろ親しまれてきた。ところで、いずれの六歳年物を始めるにあたっても、各子は管轄の寺院により免許を受ける決まりであった。寺院は二つで、日寺と空野道である。そのどちらから免許を受けたかによって、関西寺系六歳、空野道系六歳という分類をされることもある。 関西寺は6歳の芸能家を認めなかったとされ、他方空野道はそのあたり寛容であったらしく、芸能6歳はすべて空野道系に返している。なお、空野道系にも念仏6歳は存在するので、これら系統の比較と念仏、芸能の複雑な関連性が見られる。また、平成15年以降、京都市内では、 小学生を中心に六歳年物の体験教室を行うなど、精力的な継承活動に力を入れている。平成30年には子ども六歳教室連絡会を立ち上げている。京都市で行われる六歳年物のうち、現在指定を受けるのは、保存会15県に、これら文化財指定を受けた六歳年物を統括する。 団体である、京都六歳年物保存団体連合会を加えた、計16件である。このうち、西方寺、円楽寺、六原光寺を除いてはすべて芸能六歳を伝承している。その一覧は、以下の通り。現在上野原市秋山の無償屋の大念仏がよく知られているが、富士北録の元栖子などにも六歳年物が点在する。かつては、 富士山六周辺に六再念物がまとまって分布していた。江戸末期には京都の雛な寺による支配が行われている。1930年に民間芸術界が原山中小村の平野集落に伝わる六再念物の様子を記録しており、呪術、祈祷色の極めて強いものであったことがわかる。浄土教的特色のみならず、将軍や儀礼に、 主弦、音明道の影響が濃厚に見受けられる。ありがとうございます。